松岡家兄弟ら、松岡かなえから1934年1月28日は、松岡子兄弟の長男で医師。父は、従者、松岡三竿。市範学校を卒業後、19歳にして、正文小学校の校長に就任するが、後に、東京帝国大学に入学、卒業して、医師資格を得、千葉県府佐町に住む。20歳で家督を継ぎ、 近くの村出身の女性と結婚したが離婚した。原因は人へに小さな家のためであった。最も長命だった弟の柳田国夫は晩年に皇術筆記の改装期、故郷70年において、長兄は20歳で金村から嫁をもらった。しかし私の家は二夫婦住めない家だった。母がきつい、しっかりした人だったから、まして同じ家に二夫婦住んで、うまくいくわけがない。 天に二日なしの子があるように、当時の嫁姑の争いは、姑の勝ちだ。わずか一年ばかりの生活で、兄嫁は逃げて帰ってしまった。またこのことで、この家の小ささ、という運命から、私の民族学への志も源を発したと言ってもよいとも述べ、国をの学問にも大きな影を落とした。回想期、故郷七十年ではまた、昔は、 娘が婿を取っても、必ず主人夫婦とは別のところに寝たものである。襖を隔てて、寝息まで聞き取れる。同じ家に若夫婦を住まわせた私の親たちも、無謀であったし、仲動した村の物分ばかりのいい人々も、乱暴であった。これは、私の家の歴史を語るのではなく、古い制度の変遷の無造作、どう変更すべきかを考えなかった。平たく言えば、 民族学のなさを物語っているわけであるとも述べている。昇進の叶えは23歳で上京し、東京帝国大学医学部別科に入学、4年後卒業し、翌年に茨城県深川町特満寺で開業する。開業前には茨城の休暇から嫁をもらい二度目の結婚をするが、離婚し、出戻った妻は、実家からも追い出されて、ため池に受水自殺したと伝えられる。 カナエは当時千葉県ケミ川で委員を開業していた、エビハラ正一の大臣をしていたが、1882年に、エビハラの学府の医師、小川東作が亡くなったことから、エビハラの震源で、深川の小川邸の敷地内の離れに転居し、青州委員を開業した。このため経済的に余裕のできたカナエは、弟の国尾、静尾、両親を引き取った。国尾は、学者の家系である、 このおまわけの土蔵に収められた多くの書物を乱読し、日本民族学の手引書的な著作となった赤松総丹、利根川寿司などもこの土蔵で見分したと伝えられる。後年は千葉県会議員、副町長千葉県医師会長などを歴任した。郷土の名詞として地方自治に大きな貢献を行ったが、国は故郷70年で一生お酒を 唯一の慰めにして、他郷にいる寂しさを逃れていたのが、兄の境遇であったと回想している。ある時、丁寧皇后に、松岡兄弟の話題を提供したものがあり、その際うっかり、あそこは四人兄弟がありまして、それぞれが何か仕事をしておりますと話したところ、皇后が、もう一人、上野が田舎にいるはずだというのを、かなは聞き、 それで、もう本望と涙をこぼし喜んだとも述べている。柳田国を聖果、記念館に復元保存している。故郷70年を筆記した宮、宮崎治二郎の改装記参照、宮崎治二郎の著書、柳田国をその現況にも詳しい。他に、柳田国をトレッキングがある。柳田国を新年譜作成作業と、故郷70年、小田富江。 柳田国を全集編集委員、鎌倉柳田学者、第29年度開校記念講義、2012.41、柳田国を記念講演とネジありがとうございます。